はい、皆さんこんにちは。チャンネルダットの時間でーす。大事です。サクです。慎太郎です。はい、よろしくお願いいたします。今日はこの3人でまずはお送りしたいなと。私カメラマンでやっております。はい、今日何かと言いますと、お店のご紹介したいなと。うちのお客様でね、とっても有名なお店があるんですよ。おタンヤさんです。あ、いいねいいね。はい、アサカベーカリーさん、ご紹介していきたいと思うので、じゃあ皆さんついてきてください。これ駐車場なんですけど、ここからね、駐車場出て、これね、ちょっと皆さん知らない方多いんで、駐車場で、あそこの目の前のあそこの突き当たりがお店です。はい、じゃあ行ってみましょう。勇気ありますね。こんな感じですね。感じです。ね、並んでて次なんだよ俺たち。もう今から選んどいてね。俺は別に選ばないから3つ選んでもらって、1人1つずつ選べばいい。あ、いいよ、3つ選んで俺の分も入れて選んで、あと食パン頼んだ。はい、いっぱいね、美味しそうなパンが。こんな感じで、こんな感じで、すいません、いつもお世話になってます。美味しそうでしょ。あんバターも食べたい。じゃあ3つ選んで、はい、3つ選んで、あと食パン頼んであるんで、はい、多分、はい、え、いいですか。卵屋です。あ、卵屋です。わかりやすいと思うんで一番。はい、食パンどうするんですか。食パン、お願いします。そのままあの車のとこ一回ちぎって食べた。あ、じゃあそれ、はい、映っちゃっても大丈夫ですよね、顔。モザイクかけてください。モザイクかけてください。大丈夫ですよね。お願いします。はい、じゃあとりあえず3つ頼んでもらって、そっちを会計したい。あ、4つでいいよ、4つ頼んでもらって。頼んで。はい、では浅香サンドとのウインナーグラタンと浅香サンドのハンバーグ、スタとコロッケパン、あと3分ぐらい待ってるとカレーパン。それがいいと思います。じゃあそれ待った方がいいよ、ちんちゃん。じゃあコロッケパンやめてカレーパンにしよう。ああ、そうか、了解。じゃあもう入れたから、もう次カレーパンで、カレーパン、はい。ハンバーガーは食べたいですか。食べたい。アンバターもお願いします。食パンもじゃあ 裏であの取らせてもらいながらもらうんで、お金を入れておいてください。はい、あ、1本でいい、1本で。ないので、お願いします。お、来た。綺麗な食パン。あ、じゃあ今ちょっと回転しといて、俺裏行ってくるから。ちょっと今、裏取らせてくれるっていうんで、ラッキーなので覗かせてもらいましょう。はい。こんな感じでね。うわ、すごい。焼きたてですよ。もう匂いがね、すごい。いつもいい香りするんです、ここに配達させていただくと。あ、ほら、もうすごい、こんな感じがね、素晴らしい。本当にここのアスカベーカリーさんのパンは本当有名なんで、もうこの地域じゃナンバーワンですよ。もうそう信じて疑わないです、私は。本当に皆さんにも食べていただきたいなと思います。いえいえいえ、こんな感じでね、出てくる、こうやってね、作業されてて。じゃあ受け取って。はい、あの、今食パンとカレーパンが、そうなんですよ。
すいません、ありがとうございます。すごいよ、出来たて。すいません、ありがとうございます。はい、買ってきました。買ってきました。すごい。はい、はい、ちんちゃんもどうですか。ちょっとじゃあちょっとね、カレーパンと食、まず食パン、これ、あの、ちょっとちじって、これ、これ、これ、ちじって、ちじって、いい匂い、いい、いいよ、いいよ、ちじって、ちじって、ちょっと、じゃあ、すごいです、いい匂い、これね、大、熱々、一番人気の、食パンです、本当に、熱々、熱々、熱々、これ、どうぞ、どうぞ、すごいね、湯気がすごい、湯気すごいでしょ、ちょっと食べてみなよ、ちじって、はい、すごい、熱うわ、こんなちぎれ方がこんな感じ、すごいでしょ。うちのチャンネルでも一回ね、フレンチトースト作るときに使ってんだけど、パンをちょっと食べてみて、はい、甘いんだよ。いや、うまい、うまいでしょ、うまいでしょ。ちょっと甘い感じなんだよね、なんかね。いやー、すごい、出来たてだもんね。うまいでしょ。また耳も、耳もうまい、ふわっさくで、そうなのよ、うん、ね。はい、すごい美味しいですよ。あ、もう飲み物なしで食べれちゃう。じゃあカレーパンも行こうよ、うん、食パンわかるじゃん、カレーパン、はい、カレーパン、カレーパン、カレーパン、ちんちゃんカレーパンするわ。これ出来たてのカレーパンでしょ、こんな感じ。すげえ、これ絶対うまいよ、出来たて。もう熱いからね、やけどするからね。ちんちゃん、ちょっとカレーパン、ツヤツヤしてる、ツヤツヤしてる。じゃあいただきます。はい、はい、どうぞ。やけど注意。うわ、いい音。うまい、うまい、うまいね。パンがムッチムチで、でそこにトロットロのカレーが入ってるパターンのやつ。ああね、うん、そうなんだよ、ムチトロですね。じゃあね、とりあえず今は出来たてのね、食パンとカレーパン食べてもらったんで、ちょっと場所を移動して他のパンも少し食べてみたいなと思うんでね。はい、はい、じゃあちょっと移動します。はい、それではですね、はい、朝霞ベーカリーさん、どうでした、お店見た感じ。いやー、なんかね、すごい皆さん並んでいらっしゃったし、うん、ね、大人気店、大人気店、ね、もうさっきね、食パンとあのカレーパンはあのもうと美味しいの伝わったと思うんで、あと他の何買ったかちょっと見せてもらって。はい、はい、何買ったのは、うん、じゃまずコロッケパン。あ、コロッケパンね、はい、はい、あんバター、あんバター、はい、はい、これが朝霞パン、朝霞パンの、ハンバーグと、うん、グラタンなんちゃう。ああ、そうね。はい、まあなんか全部はいっぺんにあれでしょうか、一つ一口ぐらいずつなんか食べてもらってさ、はい、はい、感想を述べていただければ。やっぱちょっと、うん、どこかな。は、食べたかった、はい、朝霞パンのハンバーグがいた、はい、お、はい、面白い、面白い、はい、あのね、あの食パンに本当にあのハンバーグとチーズとかいろんなものを挟んだ、まあ本当にシンプルなんですけど、うん、めちゃくちゃうまそうです、ね、ボリュームあるよね、ありますね、ね、さていただいて、はい、はい、うん、パクって言ったのがね、うん、おいしいです。おいしい、おいしいです。本当にハンバーグもおいしい。うん、チーズ、やっぱこのサクサクの食パンが本当に口の中で、うん、混ざり合い、ハーモニーです。ハーモニー、おいしい。あ、おいしそう。じゃあちんちゃんも一個、なんか、はい、何食う、コロッケ、何食う。ですね、どうしようかな、あんバタ、どっち、あんバタ食べたいです。あんバタいく、はい、はい、僕結構甘いものが好きなので、はいはいはい、はい、どうしますか、ね、ちょっと中身を軽く、はいはいはい、この中、あー、わ、すげえ、すげえな、すごいすごい、ちょっと美味しそう、いってください、いってください、いってください、はい、いただきます。夢の中へ行ってらっしゃい。うまい、まあ、あんだけあんこあったらうまいだろうね、多分ね。パンがふっかふかなんですよ。あ、ね、美味しいんだよね、本当にパン美味しいんだよね。こういうのってでもパンが美味しいと美味しいんだよね。そうね。パンが美味しくない。そうそう。うん、
中身もたっぷりでございます、ね、はい、もう今回紹介させてもらった朝霞ベーカリーさんは、あの本当に他にもね、今日買ったところは埼玉県坂戸市になるんだけど、他にもあの朝霞市とか入間市かなにあるんですけど、まあそれぞれ独立してて、まあ、坂戸店は坂戸店独立したお店なんで、皆さんね、あの地域ナンバーワンだと俺は本当思ってて、それで紹介したくて、あの店主さんたちもみんな今日心よく撮影受けてくださったんで、ぜひ皆さんね、あのいろんなパン屋さん今あるけど、でもね、ぜひ一回買ってみてほしいなって、もう間違いないお店なんでね、間違いない、はい、ね、安いね、安かったね、本当に安いしました、びっくりしたね、うん、もうびっくりした、安かった、はい、ぜひね、皆さんだから、あの朝霞ベーカリーさん概要欄にあの貼っておきますんで、はい、ぜひあのチェックしていただいてね、皆さん行っていただければなと思います。じゃあ、あの今回は美味しいパンを食べながら、じゃあお別れしましょうか。はい、はい、じゃあ皆さんありがとう。また買ってください。ご利用してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。